回紹介するのは天理祭カラーメン本店です。車で行くのが便利ですが、今回は近鉄天理線の潜在列車で行ってみます。ちなみお店までは駅から約15分です。冬の空が美しいです。奈良県天理市にて屋台ラーメンとして始まり、今や関西地方や東海地方に複数店の出店を実現した彩花ラーメン。中でも彩花ラーメン本店は炒めた白菜を入れたラーメンの始祖として絶えない人気を博しています。ここのラーメンは奈良のソウルフードだそうです。今回は彩花ラーメン半熟卵入り小を注文しました。ごちそうさまでした。